よいしょ。実際、その西洋のじいさんの面白さっていうのはね、そのあっちの方だと。あっちは、ばばあたちが住んでるのね。あっちは隠れ家か、西洋の表札ないで。男が隠れ家そんなの。この時にはばばあ二人守らせる。もうまさに朝鮮人男性の生き方だね。誰が来たらその、嫁はに、あの、前、嫁を前に押し出す。なんでそんなのになったかって言ったら、ブスタイクやろ、あの、朝鮮人の。ヤンバンがね。嫁はうちらに可愛いの。まあ、よし、川島から、人身バーベル2種類送っとって。うちらの民族の女だね、もちろん。それと結婚するから、誰が来てもいいけど。奴隷として。奥さんを奴隷にしとって、朝鮮の男性。ヤンバンね、ヤンバンだね。ひったいやろ。な。そんな1000年以上やられてるうちらの民族。それやの西浦なんて言うたばくなんて言うたイスラエルは根拠があるけどやって。で、まあ、それは置いとこう。おいおい、みんな、ずーっとうちら腹立てるから、こんなこと。まあ、うちを守るために身を挺して、友情にな、進んでなってくれはったのかもしれんし、先行戦ぐらいの意向はな。それは申し訳ないと思ってます。おまたらずにもう、おかめさせたらあかんってな。神明なんて、名前は情けない。悲しいって思ってくれたんかもしれん。おかめって尺を吐きそうになって話。な、結局、何しろのおっさんのもるとこよかったから、結局その、あっちのばば、要するに姉貴の方が、何やってんのって。いや、バレへんからって。バレないじゃないし、西野の名前見せててるやんかと。え、なんでってバレるわけないし、証拠ないやんって。こんな出されても、なんか読み切らないとか、なんか川原とか、あとないとけないとけ、いろんな名前出しとったから、それ全部証拠ないし、俺のことが証拠ないやんけって言っとって、西野のさ、全部聞こえてるのか。な、ほんで、もうこっちの声も聞こえてるんだよ。窓開けてるしな、第一。普通、普通やねん、これ。なんかよう発狂してるから聞こえんの、西野の名前が。やーって。もう近所響き渡った。まあ、それは置いとこう、その話やな。だけど聞こえんの。盗聴なんかせんの、わざわざ。な、うちらそれ先住民族、主要民族やし。それともう一回あるシステムがあるの。それ盗聴器ちゃうで。まあ言うたら、魔術に関する話、怖いよな、あれ。あ、その、スティーブ・ジャクソンのゲームブックの城塞都市か。あんなにそのヒントがあるかな。水槽にまつわる。ギギッそれだけで見るギギッとか。え、そんなんで聞こえちゃうのおめでこにしてください。何しやけどな。中世、もっと前かな。ローマぐらい。いつ発見されたの、その原理。ちょっとやばいよ。これフリーメイソンに言っちゃって。水槽使ったら聞こえるよって。怖いやろ。喋っても聞こえんね。水槽がブツブツ喋るよね。でもその水の作り方難しいよ。普通の作り方でその聞こえへんから。それでもう一番の意味ってね、こういう得意なら実は魔女の声って、なんだか言うたら、まあ、ケルトペルの、その、要するにね、発酵、その発酵の具合やろ。そんなんのその味加減。そんな女がまいに。まあ、これ知らないんだけど、魔女の技術を応用し合ったから魔術師がここまで喋らせてくれて。な、これ知らないんだけど。で、さてさてさて。で、結局ね、怖いやろ、質問したやろ、興味あるやろ、言わへんって。ここから先はどっちに入ってください、知らんけど。どうやって入るんか知らんけど、マジでしょし。男の人はロジャー入るしかないねんからだって、フリーメイソンな。ちゃんとしたルート通りなさいよ。うちから聞いたら、後で損するよ、みんな。そんな気がするやろ。お前で。しかも、なまじっか。あの、マナ弟子やってって、もう言われもない、その、嫉妬を買ったりするで。マナ弟子やからな、こぎ使ったらとかなるし。で、うち大して教えへんし、マナ弟子言うても。ちゃんと路地入った方が、力ある魔術師になるのに。マジか、マナ弟子って肩書きが。中身ない言うて笑われるからな。大したこと教えへんねんし、実際。教えられへんねん、そんな能力ないから、そんなものに関して。そんな男の人が得意でしょもうで男の人さんになるとそれ教える職業とかついてあかんねん。そんなんやめて。ほんまゆるみなすぎるよ、そんなものな。
衣装習ったことを教えてくろうなんて、学校の先生しかり。恥ずかしいと思わなあかんで、ね、習ったことを教えてくろうって、そこも疑問持てよ。たまらんけど。大丈夫か男の子が今度習ったことを教えてくろうって男の子の口から出てきてみる。発表されんでも、これはの時代。な？で、結局、バレへん、バレへんと。西村大輝どうかな？西村の名前もバリバリ出てる。なんでバレれる、バレるわけないのに出るわけないやかなんで出てんやろな、不思議やな。ちょっとインスタグラム要チェックね。